ウリッセ・カプートは、イタリア生まれの画家、版画家、彫刻家である。南イタリアのサレルノで生まれた。父親は、ベルディ劇場の舞台美術家で、父親の勧めでカーバデティッテーニで画家のアルフィエーリに、絵を学んだ。ナポリ美術アカデミーに入学し、ドメニコモレリア、フィリッポ・パリッチに絵を学び、スタニスラウリスタに彫刻を学んだ。画家のガエターのエスポージトの指導も受けた。 1897年からイタリアで展覧会に出展を始めた。1899年にパリに移り、パリで活動するイタリア人画家、ピエトロ・スコペッタ、アルナルド・デリシオ、リオネーロ・バレストリエリ、ジョバンニ・ボルディーニ、フェデリコ・ザンドメー・ネギ、レオネット・カッピエロラと友人となった。イタリアでは、ディビジョニズも、ディビジョニズも、 分割主義と呼ばれる天平を用いるスタイルの追随者となった。1910年から1913年の間に何度かブルターニュを訪れ、ポンタバン派やナビ派の芸術家と交流した。1918年から1922年の4年間は、生前のポール・セザンヌが活動した南フランスのエクス・アン・プロバンスで活動した。各国の展覧会に出展し、 1924年にフランス政府の援助を受けてモロッコを旅した。1936年にイタリア王冠勲章を受訓した。ありがとうございます。